はい、それでは今日はですね、大きくは、新型コロナウイルスの関係とそれから人事の関係をお話をさせていただきます。まず新型コロナウイルス感染症ですけれども、今のところ21日まで、特別警報ということでございましたけれども、これからですね、年度替わりございます。それから全国的には、まん延防止等重点措置地域が全面的に解除されると、こういうことで、人の動きが大きくなるだろうと。過去福井県この2年間ですね、特に4月の初めの頃に感染が拡大する、そういうような状況がございますので、少し感染が減っているように見えますけれども、福井県内では4月10日、おおむねこれから3週間ということですけれども、感染拡大特別警報を延長をさせていただきます。今日の状況ですけれども、新規感染が274人ということになっておりまして、これでですね、今日もですね、1週間前の感染者数、1週間ごとのですね、感染者数はまた減ってきているという状況になります。ただ病床使用率、病床の利用率については126床ということで、ほぼ横ばいというようなことでございます。重症化の方が1人が2人になっているというような状況でございます。先ほどもちょっと申し上げましたけれども、1週間ごとの曲線ですね、少し見たところピークを少し過ぎたかなというような感じでございます。1日あたりのですね、感染者数を見ていただいても、3月の7日の日の559人をピークとして少し下がってきているかなという感じですが、まだ抗原状態というのは続いているということです。一つの指標としてはですね、新規系統数というのはなだらかですけれども、少し下がってきているということですので、そういう意味では今のですね、全体としての感染者の数、1週間あたりの感染者の数が減ってきている、そういうのにある意味気を一にしているというところかなと思います。ただ病床については横ばいまでということですので、下がるというまだ傾向になっていない、やはり半数以上がですね、高齢者ということの影響が出ているということかと思います。続きまして感染経路別ですけれども、最近の傾向ですが、家庭内が 50% 超、学校保育園が 20% 超というような状況になっているところでございます。最近のここ2日間もですね、50だったり58だったり家庭内がしておりますが、やはりですね、最も特に家庭内においてはですね、感染防止というのが難しいということになります。ただですね、そういう意味ではその他の会社とか、学校も含めてですけど、少し減り気味になってくるとですね、家の中に入り込むウイルスが減れば、その分だけですね、家族の中の感染の数も減るという傾向は今後見られる可能性はあるかなと思っておりますので、なんとかですね、今の傾向を続けられるように、県民の皆さんにはですね、家庭内の感染を防止も含めてお願いをしたいと思います。それからワクチン接種の関係でございますが、65歳以上については、73.5% まで上がってまいりました。県民全体としては 40%、 18歳以上ですけれどもの人口の4割まで来ているということでございます。これ見ていただくとですね、高齢者の皆さんの感染者数というのがだんだんこれはもう結構継続的にですね、減ってきているというふうに見られます。3回目接種からだいたい2週間経って効果が現れると言われておりますので、そうするとここら辺のピークから2週間前というと2月の半ばぐらい、40% ぐらい超えてきたところからですね、2週間経ってくると、それが後ほどご説明しますが、ワクチンで発症効果が出てくる、発症を抑制する効果が出てくるというようなことがあってですね、ちょうど 50% ぐらいになったところからなだらかに下がってきていると、こういうことですので、これからですね、県民全体の接種率が上がってくればですね、そういう意味では、全体も少し下がってくるような効果の期待もできるということで、このワクチン接種を加速するというのが非常に重要だろうというふうに考えております。それでこれから県民の皆さんにお願いのポイントでございますけれども、まず年度替わり、これを極めて憂慮いたしております。明日から3連休がまずございます。その後もうほどなくですね、もしくはもう高校とか大学はもうお休みに入っていると思いますので、
年度替わりの移動、それからまた年度替わりの時には帰省も含めて、非常に親しい関係でのお付き合いというのが県内外で行われるということになりますので、特に年度替わりということを意識した感染対策をお願いしたいと思います。具体的に申し上げますと、まず就職とか転勤とか入学で、福井県に来てくださる方、こういう方についてはまずは新生活が始まる前にワクチンを接種をぜひお願いしたいということでございます。それから具体的なところとしては、来県1週間前、オミクロンの場合大体感染から1週間でほぼ症状は出ますので、そういうことから1週間前から体調管理を徹底をしていただく、これは福井県から外に行かれる方も含めてですね、もうエチケットというかそういうような心がけでお願いをしたい。それからできれば来県前に抗原検査、ここで陰性の確認を、福井県の皆さんはまた行かれるときにはですね、やっていただく、それがお互いに安心安全につながるというふうに考えております。それから少しでも体調不良を感じた場合には、いろんな行事ごとがあると思いますけれども、行事に参加しないですぐに医療機関を受診していただきたいと思います。第4波第5波第6波と見ておりますけれども、無症状の方というのは第4波が3割ぐらい、第4波までは3割ぐらい、第5波で2割、第6波はですね、もう 12% ぐらいになっております。そういう意味では、かなりの比率で、症状が出ますので、そういう意味では症状があった場合には参加しないですぐに医療機関、もうこうしていただくのが一番早いというふうに思います。それから県外との往来は感染状況を確認して慎重に判断をお願いしたいということでございます。今感染経路別にはですね、県外という比率は低くなっておりますけれども、ただ先ほど来申し上げているとおり、年度替わりというのは単に旅行で人が移動するのとは状況が違っておりまして、よく年末年始とよく似ていて、非常に親しい間柄、もしくは新しく親しくなっていく、そういう間柄の移動が多くなりますので、そういう意味では感染リスクは極めて、通常の移動に比べても大きいということになります。そういうことでですね、県外との往来についてはまず、基本的に慎重にご判断をいただきたい。その上でですね、一番映るところはやはり何事においてもマスクがない場合、今でも 93% は感染場面としてはマスクなし会話、これがオミクロンでも続いております。そういうことから会食の場面というのは、これはお店かどうかにかかわらずですね、重要な場面ということでございますので、やはり会食をできるだけ控えていただく。その上でお話はマスクを率先する、お話はマスク会食ですね、いわゆるマスク会食だと、会食が始まるまでしてて、すぐ袖を置いてそのままこう喋り始める、お酒を飲み始める、こういうことではなくて、発話するときにはマスクをしていただく、これをぜひお願いしたい。それからまた往来した後、これはですね、ご本人さんには分かると思います。だいたいリスク行動を取ったかどうかというのはですね、私も含めて あそこの時にマスク取ったな、食事の時にちょっとマスク相手の人してなかったかなと、そういうことが分かりますので、そういうところはもう、ご自身でですね、無料検査行っていただくと安心できますので、今のところこの4月10日まで特別警報を延長いたしますので、合わせて無料検査も4月10日まで延長をさせていただきます。それから歓迎会、送別会、このことそのものはですね、私どもとしては、しっかりとお話はマスク会食をしていただければ大丈夫だと思っております。ただ一方でですね、やはり長時間になりますと、もう皆さんご案内の通りですね、座がだんだん乱れてくる、そういう状況にもなると思います。まずはお話はマスク会食、これを徹底していただいた上で、長時間の宴会は避けていただく方がよろしいと思います。それから何よりも、ご家族の中にですね、体調不良の方がいるということは、オミクロンの場合自分ももう感染している可能性があるというふうに考えていただいて、自分の体調はもちろんですけれども、ご家族の体調も見て、ご家族が体調が悪ければその日は断るということもぜひお願いしたいなと思います。次にやはり高齢者、この方々がですね、一番感染リスクが高く重症化しやすい、今の入院患者の半分以上も高齢者、こういうことからですね、高齢者を守るということが極めて重要だと考えております。そういう意味では第一にまずご自身で自分を守っていただきたいということで、早期に3回目の接種をお願いをしたいと思っております。
まだ 73% ですので、もう今月中にはもう高齢者の方、これはご家族の方もですね、気をつけて接種を終えていただきたいというふうに考えておりますし、1、2回目の接種も早めにお願いをしたいと、後ほどご説明をします。また家庭内でもマスクをする、まあ、ご本人さんはですね、やはり子どもたち、それからお孫さんなんかとお会いになられるときはですね、家の中でもやはりマスクをしているということがうつらないということにつながると思います。それから体調不良もこのときはですね、もうすぐに病院に行っていただく、もう今抗原キットで調べてもらって、で中和抗体薬もロナプリーブとかですね、それから経口治療薬もルヌプラビルとか、パキロビットとかですね、早く塩野義さんのですね、経口薬入ってくるといいと思いますけれども、まあ、そういうお医者さんなんかでも治療をしていただく、もうこれが一番重症化しない、まあ、あとはお家で寝てればいい、まあ、こういうことになりますので、そういったことをすぐに行動に移していただく、それから周りの皆さんもご家庭に高齢者がいらっしゃる場合には、おじいちゃんおばあちゃんの前ではマスクをしているとか、それからたまにですね、会社とか学校で誰か発症したというような場合はですね、ご自身は症状がなくてもできるだけ接触を控える、まあ、こういうようなこともお願いしたいと思います。ワクチンの接種の促進について申し上げます。先日も申し上げましたが、3月は3回目接種加速月間ということでございます。これでですね、高齢者や重症化リスクのある方はもうとにかく3月中早く打っていただく、まあ、ワクチン打つならもう早い方が一番いいわけでして、後々ゆっくりできるわけですので、もう早く打っていただくことがいいと思います。まあ、理由といたしましては、福井県における第6波、まあ、ここにおいてですね、重症者の方は10人いらっしゃいます。その10人の方のですね、7人は接種をされてらっしゃらない方、もう接種してない方っていうのは本当に比率的には低いんですけれども、その方々が7割を重症化の中で占めています。それから残りの3人もこれは2回接種で6ヶ月ぐらい経っている方ということになっておりまして、3回目接種を行った方で今重症化している人はいない、まあ、こういう状況になっております。そういうことでやはり 1、2回目の接種をまず急ぐ、まあ、それをしていただくことが重症化を減らす、その上で3回目接種すればまあ、かなりの頻度で減らしていける、まあ、その理由といたしまして、まず、2回目接種と3回目接種で比較しますと、2回目で終わって6ヶ月経っている方、まあ、こういう方々は3回目接種の方の5倍の比率で、感染リスクが高まります。それから未接種の方、この方々は6、7倍3回接種をされた方に比べて、発症のリスクが、感染のリスクが6、7倍に上がるということでございますので、もうここでですね、感染リスクの差はもう明らかというところですので、1日も早く3回目のワクチン接種、少なくとも 1、2回目の接種を急いでいただくということが重要だと思います。入院予防効果、これもですね、3回目接種後はもう9割入院予防、まあ、入院する比率が10分の1になると、まあ、こういうことになるわけでございまして、2回目も接種は25週、まあ、6ヶ月経ってくると4割ぐらいに低下しておりますので、入院リスクも大きく減らすことができるということでございます。ということで、接種する機会を増やすという意味で、まずエルパプラスですけれども、夜間接種を始めさせていただきます。まずは第1、第3土曜日、まあ、土曜日がですね、非常に人気が高い、そういうことで今溢れそうになりますので、第1、第3土曜日の18時から19時30分まで、夜間接種をさせていただきます。また予約なし接種、まあ、これも非常に好評でございまして、50歳以上の方、また3月、4月に移動をされる方、まあ、こういう方々向けにですね、毎日100人やらせていただきます。それから 1、2回目接種、先ほど来申し上げている通り、 1、2回目重症化のリスクが非常に高い、お医者さんにも先日言ってきましたけれども、まあ、まさにおっしゃってました。皆さんも肌感覚でワクチン接種をされてない方が重症化するということを感じるというふうにおっしゃられています。オミクロンでも重症化いたしますので、1、2回目接種の促進ということで、まずはエルパプラスで小児接種、これを日曜日から始めさせていただきます。とりあえずここに書いてある4回でございます。それから春休み中、お子さん方はですね、中学、高校、大学、こういう方々は春休みせっかく機会がありますので、この時に打てるようにですね、エルパプレス会場などで優先接種ができる枠を設けさせていただきます。こういったこともですね、
非常に人気が高ければさらに拡大していくことも考えていきたいというふうに思っております。次に今度は大きな出来事としましては、この年末、年度末年度始めというのは春休みというのがございます。まあ、春休み中ご家庭一般にですね、こういうことをしていただきたいということでございます。まず家庭内全体で考えることは、体調管理を心がけて、まあ、これは日頃のことですけれども、不調な時はすぐにその方は医療機関を受診していただく。先ほど申し上げましたが、もう 88% 発症するわけですので、まあ、そういう意味では具合が悪かったらすぐ病院、まあ、これが一番です。それから、ご家族に体調不良があれば、前から申し上げてますけれども、発症まで3日、それから世代時間が2日ということは、もう2日経てばですね、人にうつしている、発症する前からうつしている、まあ、そういう可能性がありますので、ご家族に体調不良の方がいる場合は、そのご家族の方も外出を控えていただく。それで、体調不良の方が早く病院に行っていただいて、抗原検査で検査してくれば、もうその日のうちには結果が分かるわけですので、そんなに難しいことではございません。ぜひともお願いをしたいと思います。それから帰省や旅行、まあ、県外との往来の時は特に体調管理、先ほど申し上げました、単なる旅行とは違います。年度代わりの時はですね、特に親しくですね、いろんな方と接する機会があると思いますので、特に体調の管理を徹底していただきたい。それから今度子どもさん、お子さんなんかに、小中学生、私も公園なんかで遊んでる子どもを見てるとですね、まあ、マスクしてないことは結構あります。まあ、そういうことを含めて親御さんがですね、保護者の方がぜひともお子さんに、まあ、学校の先生がちょっとガミガミ言わない時期になっていきますので、ちょっとうるさいかなっていうぐらいですね、お子さんたちにちゃんとマスクして遊びなさい、友達の部屋行ってもそうよ、ご飯だけじゃなくて何か食べたりするときも気をつけてね、こういうことをお声掛けをお願いしたいと思います。それから学校における感染対策ですけれども、まあ、部活動につきましてはやはり教育活動の一環ということもありますし、子どもたちがですね、非常にまあ、ストレスを感じている、まあ、そういうような状況でもあります。まあ、そういう意味では徹底してですね、感染対策を講じていただいた上で、そういうことができる場合には、まあ、少しずつ認めていこうということでございます。そういうことで、顧問とか部員、まあ、ここにもありますけれども、顧問などの指導者が監督できる場合、密にならないような工夫をして、それで、少しでも症状があれば、参加させない、まあ、こういうことを徹底しながらですね、部活動というのを少しずつ再開していくということを今考えておりまして、まあ、県立学校はそれでやっていきますし、小中学校に対しても、そういうことを求めていくという予定にいたしております。市や町に対しても部活動、スポ少、まあ、そういったものの活動をこうした考え方でですね、やっていっていただくようにお願いをしてまいります。それから経済への影響、経済対策の件でございますが、先日県議会で最終日に予算を認めていただきました。まあ、これによりまして、一番、まあ、増えた方はですね、5万円のはずのところが30万円まで増えるということになっているところでございます。まあ、規模的にもですね、全国的に見ても非常に大きい方だと思いますので、まあ、そういったことを、ご活用いただきたいと思います。現状においては3月11日から、お金の配分をさせていただいておりますけれども、大体ですね、まあ、長くても2週間でお金が入金できる状況になっておりますので、まあ、書類だけはちゃんと揃えていただいてですね、この申請をしていただきたいというふうに思います。この場合、例えば、1月が 35% の減少だったんで、とりあえず申請して5万円いただきましたっていう人についてはですね、まず10万円は最低手元に届くわけですので、こちらからご連絡をさせていただいて、入金しますよという確認をさせていただいて、特に申請なくても振り込みをさせていただくという手続きになります。ただ問題は 35% だったんだけど、3月は 55% になり、で4月は 65% になったのよねと、まあ、こういうような時はですね、まあ、その都度でも結構ですし、4月まで待ってということもあるかもしれません。いずれにしても簡単にもうその、55とか65になったというところの書類だけ見せていただいて、確認が取れれば振り込みをさせていただきますので、手続きはもう簡便にやらせていただきます。
ということで、新型コロナについては以上でございます。続きまして、組織改正と人事異動について申し上げます。今回の組織改正のポイントといたしましては5つ、100年に一度のまちづくり、にぎわいづくりということで、新幹線をがこれからですね、2年後には福井敦賀まで開通するということを受けまして、一つはですね、いろんな福井県のブランド発信、こういったものに力を入れようということでございまして、そのために首都圏統括官というのを置かせていただきます。それからブランドビジネスの担当課長を置く、それから福井桜マラソン課を新設をいたします。また福井区圏ということで、子ども子育てのところを重視してやってまいります。それから DX によるポストコロナの社会変革、ここのところにも力を入れます。女性活躍、若手職員のチャレンジ応援、こういったことにも、意を配してやらせていただきました。具体的に申し上げます。まず、100年に一度のまちづくり、にぎわいづくりということで、マーケティングとブランド発信を強化をいたします。首都圏統括官というのを置かせていただいて、部長級ですけれども、今までは東京事務所長というのがおりました。兼務をしてもらいますけれども、大きく言うと東京事務所長は要は出先機関の長ということでございましたが、要は首都圏統括官は県庁そのものがですねの統括官が東京の方に行って、各部にも指示をして、情報も集めてきて、こういうふうにしろというようなこともできるようにしていく、もしくは自分の考えで、どんどん各部からいろいろ情報を集めて、東京の中で持って歩けるようにする、簡単に言うとですね、東京事務所長は地域戦略部長の部の下にあったわけですね。部の中にありました。ですが首都圏統括官は、首都圏のことについては少なくとも各部の部長に指示ができる、そういう立場に置くことでですね、統合的に首都圏で福井県の売り込みができるようになる、知事の代理をすると、こういうようなことで新設をさせていただきます。それから課長かっこブランドビジネスということで、こういうのことと機を一にしてですね、福井県のブランド発信の強化を行います。それからまた福井桜マラソン、これも2年後に初開催ということで、準備の課を新設をいたしまして、準備とともにマラソン人口も増やしていくということも行ってまいります。それから福井区圏の部分でございますけれども、子育て支援体制の強化ということで、今まで子ども家庭課でですね、子育て、妊娠子育て支援というのをやっておりましたけれども、これをですね、そうした企画をする部門、子ども未来課、子ども支援、子育て支援をする子ども未来課と、いわゆる児童福祉を行います児童家庭課に分けまして、そうすることで機動性を上げていく、もっと深掘りができるようにする、こういうことをやらせていただきます。また合わせてですね、この子ども未来課の方に放課後子どもクラブは今まで教育委員会の方にありましたが、国でも子ども家庭庁が作られて、考え方としては統合してやろうとしてますが、文科省にまだ残る部分があります。福井県としてはこれを含めて子ども未来課の方に持ち込んで一元的にやっていく、子ども目線でですね、そうした小学校に入って後の放課後子どもクラブ、こういったものについても見ていくというふうにやらせていただきます。DX によるポストコロナの社会変革ということで、DX 推進課を新設をいたします。今までは DX 推進室と ICT 戦略室というのは別々の課の中にあったわけです。大きく言うと DX 推進室は民間も含めて、市や町とかも含めてですね、県内の DX を推進する、企画的なことをやっていくということです。情報、この ICT 戦略室というのは基盤の整備、こういったことをですね、やっていくということになるわけですが、これらを一括することでですね、両者の、行き来、もしくはその、指示命令系統をですね、一元化することで、さらに強化をしていこうというものでございます。それから新型コロナ対策チーム、これについてですね、健康医療政策官、県感染症対策官というのを置かせていただいて、今までは健康福祉部長がですね、全体の統括をするというやり方をしておりましたが、健康福祉部長についてはですね、通常の当然子どもの子育て支援とか、こ
高齢者福祉とかそういうこともあるわけですので、それら大きく言うと分けてですね、コロナにですね特化して部長級が立っていくということをやらせていただきますし、またコロナチームの専任職員を6人増員をして評価をしていくということでございます。それから女性活躍についても今年もさらに力を入れていきます。まず女性管理職としては過去最多の89人ということで、女性の管理職の割合も 17.4% から 18.9% まで、私が知事になった最初の時 12.2% でしたので、これが 18.9 まで上がるということでございます。さらにですね、16人の新たに女性管理職を登用しまして、過去最多が15人でしたのでそれを上回る。さらには今回承認する管理職に承認する方の 30% を女性ということになっています。これは大体女性の職員の比率、男女比ですね、これにだいぶ合ってきたというところでございます。さらに言いますと、総務部長、健康福祉部長、よく安藤部長とか言われますけれども、LINE の部長ですね、この LINE の部長に初めて女性職員を登用するということでございます。それからチャレンジ応援ですね、若手職員のチャレンジ応援、このディレクター、今はですねチャレンジ応援ディレクター COD というのが寺井君というのがやってもらってますが、新たにカーボンニュートラルディレクターというのを配置をいたします。本人もぜひカーボンニュートラルのことをやりたいということで、民間も含めてですね、脱炭素、それから省エネ、再エネ、こういった普及啓発、こういったことを行う、職員をですね、岩井君という37歳の新進気鋭の企画者、彼やりたいということですので、ディレクターに当てさせていただきます。カーボンニュートラルディレクターですの CND かなという気はしますが、それは本人が決めればいいんですけども、やらせていただきます。またチーム員なんかも、選定してですね、こういったことを進められるようにしていきます。それから本人たち、これに限らずですね、自分のやりたい、こんなことやりたいんだというようなことについて、例えばここに書いてある DX とか地域鉄道とか交通まちづくりとか、こういったことに手を挙げてきた職員についてですね、大体7割ですけれども、本人の希望に沿って、今回配置もさせていただいております。それから働き方改革の推進でございます。まず一つは今日、18日ですかね、人事異動の内示をさせていただきました。昨年までですと大体24日とか25日とか、1週間ぐらい前ってギリギリっていう感じでしたが、これにつきましても業務の引き継ぎなんかの余裕が出てきますので、バタバタしないで済む、残業しないで済むということになりますので、大体2週間前ぐらいをめどにやろうということで今年からやらせていただいております。またフリーアドレスの拡大、これもですね昨年度から始めさせていただいて大変好評でございまして、ここまでに6つ、未来戦略課とかですね、県民活躍課とか、あとは電源立地地域振興課とか建築、公共建築課で産業技術課とか、ICT 戦略室、6つあるんですけれども、これをですねさらに拡大していくということで、交流文化部全体にですね来年度は拡大して、よければもう、できるだけ早くですね全庁的に広げていけるようにやっていきたい。もしかするとやりにくいところあるかもしれませんので、全部できるかどうかというのはちょっと分かりませんが、それにしても拡大を、急速にしていきたいというふうに、考えているところでございます。それからですね、徹底したペーパーレス、これ今年は本当にいろいろとチャレンジしてやってきましたが、ペーパーレスはとても便利ですね。予算編成もですね、それから、予算査定も人事のヒアリングもですね、全部オンラインで、庁内にいましたけれどもオンラインでやらせていただきました。紙が残らない。だけど必要な時は、その日のヒアリングの時間帯に遡ると資料は残っている。ですから手元に資料があるのと同じ、なおかつそれは、端末さえ、認められた端末さえ持っていれば家でも見られる。こうなることのですね効果が絶大であることはですね十分認識をいたしましたので、徹底したペーパーレス、こういったことをしていけば、テレワークも非常にスムーズにできるということで、まずこの4月に電子決済文書管理システムを導入をいたします。これを行いますと、
もう日頃の仕事は紙を打ち出してやる必要がなくなるということが一つ、なおかつ県民の皆さんにとってはいろんな申請ごともですねオンラインでできるようになる、そうすると今までワンストップ、いろんなことワンストップかと言ってましたがノンストップでできるようになる、こういうことでですね、県庁がペーパーレス化すると皆さんが便利になるということで、それを進めさせていただこうということで決定をしてまいります。少し最初はいきなり全部はできないと思いますが、急ピッチに進めさせていただきます。働き方改革ですけれども、育児や介護がしやすい職場づくりということで、引き続きですね、男性職員の育児休業、育児休暇、こういったものの取得の促進をしてまいります。実例で申し上げます と、令和2年度男性の職員が1ヶ月以上育児休暇もしくは育児休業を取った比率は 28.5% でございましたが、令和3年度においては 92.7% に上がっております。もうちょっと言い方を変えるとですね、国の方の計算の仕方は分母に令和3年度中にお子さんが生まれた家庭で、分子に令和3年度中に生まれたお子さんの親の中でお父さんが1ヶ月以上の育児休業を取ることを始めた、そういう方になりますので、3月の終わりに子どもが生まれた場合もともと 100% にはならないですけれども、国の場合はそれに、これまでの生まれた子どもも含めて育休取った人の数を分子に持ってきます。令和3年もちろんそうですけど、それでやりますと 110.4% ということで、今年生まれた子どもの数よりもですね、さらに、育休を取った男性職員が多いと、こういうことに今なっているところでございまして、これをですね、さらに、みんなに推進をしていきたいというふうに考えております。それからテレワーク、これもですね、先ほど申し上げた通り非常に効果的ですので、どこにいても仕事ができる。私東京や出張行っててもですね、本当に次から次へとヒアリングやってるんですけど、もう帰って疲れるんですけど、効果的だということは明らかだと思います。それから結婚出産育児介護、いろんな理由でですね、優秀な職員が一時期どうしても県庁出てこれないということで辞めていきます。大変惜しい、これは民間企業も今増やしていると思いますけれども、新しい職員の方を採用すれば当然2年3年の間はですね、言ってみれば研修期間になっていくわけですけれども、それもなくカムバックできる制度、こういったことをですね、導入をしていきたいというふうに考えております。またいろんな形でお休みが取りやすいようにということで副担当制、全面的に2人でやらなくてもですね、誰か副担当がいると何かの時にすぐその人に頼める、こういう体制を取っていくことで働き方改革をしていこう、ライフスタイルシフトを来年度も進めさせていただきます。今度3つ目の話題でございますけれども、産業技術総合研究所の北陸拠点が福井県に設置されるということでございます。これまで昨年の12月でしたか、私は県内のですね、先日国会議員の先生方とともにですね、経済産業省に行ってお願いをしてまいりました。その産業技術研究所総合研究所の北陸拠点が県内に整備が内定したということで、決定したということでございます。場所については予定ですけれども、うち の工業技術センターのに近い方が仕事が進みやすいということで、隣のようなところにあります春江工業高校の元グランド、ここのところにしようと考えているところでございまして、全国で12カ所目、こういうふうな感じであるということでございます。北陸拠点の、テーマとしてはデジタルものづくりということですので、今時は製品作るときにデジタルでなくて本当の手作業というのは伝統工芸とか、一部かと思いますが、こういったものを使ってですね、例えば繊維製品でも、スマート繊維みたいなものを作っていくとか、3D プリンターみたいなもので精密部品を作るとか、こういったこともいろいろ考えられると思います。テーマとか研究、施策評価、こういったものはですね、これから具体的な中身は決めていこうということになっているものでございまして、これまでのところはだいたい30人ぐらいは職員の方が来ていただけるということのようですので、そういった規模をですね、ただ今回はですね、令和3年度補正予算分ですので、そうすると来年度中には使い切らないといけない予算だそうですので、小さく産んで大きく育てていこうということでございます。場所的には2ヘクタールぐらいこのグラウンドありますので、
他のところに比べてもですね、結構広い面積になりますので、十分に受け入れが可能かなというふうに考えているところでございます。長くなりましたが、私からのご説明は以上でございます。